じゃあ帰るよ。帰る？ではよろしくお願いします。行かなくなっちゃいました。でもいい友達もできたようでよかった。後で文句の言い合いはなしだ。私怒られちゃうかも。行ってきます。私が香織さんぐらいの年になったら、あの高いビルにグループホームができて、一番上の見晴らしのいい部屋で空や雲を眺めて暮らすことになるかもしれないわね。